はい、東京モーターショー2019でついにベールを脱いだ新型レヴォーグのプロトタイプでありますが、今月のプロトタイプのレヴォーグの開発に携わられた下中さんの方にお越しをいただいて、ちょっとよろしくお願いします、はい、ちょっと説明の方していただこうと思います、よろしくお願いします、はい、すみません、まずレヴォーグ、はい、プロトタイプですが、はい、まあ、基本的にはですね、キープコンセプトなのかなという印象が強いんですけども、そのあたりはいかがでしょうか。現行の今のレヴォーグを、はい、まあ、継承はしてるんですけど、うんうんうん、テーマはやはり革新ということをテーマにしておりますので、うんうん、これまでのものから1歩、2歩も3歩も、はい、レベルアップしたものを、はい、はい、皆さん、まあ、今回開発中ですけれども、うんうん、楽しみにしていただければと思っております。こうパッと見ですね、そのいろんな面の抑揚といいますか、はい、まあ、エッジといいますか、ね、はい、それがまあこう坪田さんね、最近こう、ダイナミックソリッドという、ね、はい、コンセプトで、そういうのを見せてこられましたけども、まあ、それがこうさらになんか強調されている、特に、ね、フロント のグリルの周りですとか、はい、あとこうフェンダーの上のラインですとか、はい、こう本当にこう何ですか、立体的なものがすごいこう強調されている、はい、イメージがすごくありますけども、はいはい、そのあたりいかがですか。ボルダーデザインというふうに、言ってまして、やはりこのグリルの六角形のところからの、はい、こう伸びていく、はいはいはい、そこの立体造形、はい、ここが、こうスバルの走りを、はい、イメージして、とにかくワクワクしていただく、はいはい、お客様にワクワクしていただきたいというところを感じ取っていただくために、はい、考えたデザインになっております、はいはい、あと特に申し上げたいのが、はい、タイヤのホイールアーチのところを、はいはい、ご覧になっていただくと少し分かるかと思うんですが、はい、普通は丸いホイールアーチなんですけど、はい、少し六角形を、なんかこうまん丸じゃなくてこう、そうですね、はい、多角形になってございます、はい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 、でそこについては、少しですね、車が前傾している、はい、要は前に進んでる、はい、まあ、早く走ってるイメージですよね、はいはい、ラグビーでこうスクラムを組むみたいな、そういった躍動感、はいはい、そういった前傾姿勢をイメージした、うん、ホイールアーチ形状になっていて、ここもちょっと特徴になって、はいはい、確かに真横から見たらもう本当にそのホイールアーチが、はい、そのちょっとこうまん丸じゃないのが分かるし、はい、でその上のラインなんかもこうなんですか、ま、こう前に斜めにこう下ってて止まってるんですけどこう、ね、前に進んでる感、進んでる感、はい、そういうのをお客様に想像していただきたいなと思って。レヴォーグはやっぱり、はい、まあ、ステーションワゴンですけども、やっぱ走りの車というか、はい、やっぱり、ね、走りの良さで、まあ、売りの、はい、それで成功していたモデルですから、まあ、そこはやっぱ大事にされてるということ、はい、おっしゃると、はい、なるほど。で、ね、グリル、例えばグリルの、ね、真ん中のむつら星を軸にですね、はい、こうやはりこの航空機の羽のようなものがあって、こう本当にむつら星からこうなんか流れが始まってるみたいな、はい、それがこう、ね、よりなんかやっぱ際立ってる、力強い形を、はい、強調できるような、はいはい、デザインをさせていただいています、はいはい、あとですね、まあ、ちょっとこう個人的な、ね、願望といいますか、ね、はいはい、やはりまず僕はパッと見てですね、はい、まあ、純粋にかっこいいなってこう受け入れられたんですが、一番安心したのがですね、はい、ボンネットに空気を吸い込む穴、はいはい、あれはですね、こうもうそろそろやめようかなとか、こう、ね、車内でいろんなこう、例えば我々ファンからしても、まあ、賛否両論あって、はい、もうそろそろ穴なくていいんじゃないかってこう思ってるね、もちろんユーザーも多いし、はい、まあ、私のこう肌感覚ですけども、だいたい 7割ぐらいの人はこう、まあ、まだこうあっていいというか、ね、あるべき、でも3割ぐらいの人はもうこうもうやめてもいいんじゃないみたいな、ね、まあ、こう分かれるわけですけども、はい、まず穴を残すかあるいはやめるかっていう、その辺のこう、はい、議論はどんな感じだったんでしょうか。やはりデザインの自由度と、はい、あとはやはり機能という面で、はいはい、まあ、検討した結果、はい、ということになります、はい、まあ、申し訳ございません、はい、開発中なんで詳しくは申し上げられないんですけど、はい、やはりそこにお客様の期待というところも、うんうんうん、踏まえて、はい、こういった形になっています、はいはい、あとやっぱりどうしてもあっこに、ね、水平対向エンジン、ね、薄っぺらいエンジンが乗っかってますし、こうそんなにこう車の前後も上げれない分、やっぱりこう性能的に必要というか、やっぱりこう、はい、ね、常時的なものだけで残しているのではなく、やっぱり必要なんですよね、必要な部分、はいはい、そうです、性能として、はい、ということで、やはりこう走りの車はまだこうあそこにまだこう穴は、まあ、エッセンスは、はい、残していく、残しているということになります。このコンセプトカーのね、これの前身のコンセプトカー、はい、何でしたっけ、ビジブの
はい、パフォーマンスツアーなスポーツツアーなあなこれ名前がちょっと、はい、飛んでみましたが、その時もねあの穴はありましたし、そうです、はい、ビジブのデザインをですね、はいはい、極力生かそうということで、はいはいはい、今回デザインに織り込んでいます。そうです、今やっぱおっしゃった、はい、こうねあのグリルからこう流れていくような感じとか、あの横から見て前こう、ね、前傾姿勢っていうのもやっぱビジブの時からこう表現されているところが、まあ商品にこうまあ具現していくと、はい、島田さん個人的に一番こう、はい、お好きな部分どことか何かありますか？あのヘッドライトなんですけど、はいはいはい、あの現行型よりもやっぱり小さくデザインをしています。目がちょっと小さくなりましたね、はいはいはい、そこはですね、はい、あの開発のメンバーも苦労しながら、はいはい、まあ、やってきている部分でして、はいはい、あのここのデザインもそうですし、やっぱり小さくまとめているってい っていうところは、私はあのとても良い部分だなと思っています。あ、小さくすることでこうなんていうか逆にデメリットってないもんですか？小さくするとデメリットですか、はい、うん、あの小さくすることで、はい、やはり光が、はい、要はヘッドライトの照射範囲がやはり制約を受けてしまうというところがやっぱり、はい、あの課題の一つではありましたので、はいはい、もちろんあの安全を謳っているスバルですから、はいはいはい、そこには、はい、あの影響のないように苦労して開発をしているというところでですね。なるほど、はい、でヘッドライトがですね、まあ、ちょっと、まあ、要は目が少し小さくなったと同時にあのテールレンズもそうなんですけど、はい、あのやはりあのいわゆるコの字の、はい、あのこれまだ明るくてねライトついてないですけども、はいはい、多分あの夜によってライトが光るとあのこの字が多分すごい際立つ、はい、ね、まあ、レボークもともと際立ってましたが、はい、それやっぱりよりこう強くしたかったってありますか？はい、おっしゃる通りです、はい、この字のモチーフは、そのまま継承して、はい、よりあの鮮明に、うんうん、あのくっきりと浮かび上がる、うんうん、はい、夜の雰囲気で見ていただきたいなと思いますが、はいはい、よりくっきり浮かび上がって綺麗、うんうん、なデザインになっていると思っております。はい、はい、確かに横から見るとね本当にこう、はい、あのね、そのおっしゃった前傾姿勢よくわかるんですけども、あとその、車全体のその開発に関わっておられる、はい、そうですね、はい、はい、で、まあ、エンジンの方ですね、はい、あのこの今回の発表された内容では、1.8 リッターの、ターボと、はい、ね、リーン燃焼技術を採用しとね、まあ、あります。まあ、ちょっとエコなあの新しいエンジンになるのかな、まあ、1800になる、まあ、あの現行型は2リッターと 1.6 があって、まあ、こうあの歴代の、ね、まあ、レガシーというとやっぱりモデルチェンジするたびにですね、まあ、こうパワーがこう、ね、特にターボのトップグレードはパワーが上がって、まあ、今は、ね、何馬力出ますよみたいなお話は多分無理だと思いますけども、そのパフォーマンスは向上するという期待はそれは我々抱いて大丈夫なんでしょうか？お客様は間違いなく、はい、間違いなく期待を裏切らない、そこは大丈夫なわけになっていると思ってます。ちょっとレボーガーもちょっともう200馬力ぐらいにしときますみたいなことにはならないということは、そんなことは具体的な数値は申し訳ないですが、ですがもうそこは大丈夫と、お客様の期待は心配ご無用と、ご無用と裏切らない商品、これからエコですからもうそんな速さはではもうないと、そんなことはないよ、レボーガーも最速のこうね、はい、ワゴンでもう、そう速さの求める人は決して裏切らない、はい、それは大丈夫ということですね、はい、ありがとうございます、はい、であのアイサイトもですね、まあ、レボーグね、例えば現行型もですね、まあ、ちょうどレボーグの時にバージョン3がね初めて乗っかったりとか、あるいはツーリングアシストが乗っかったりとか、まあ、こうまずレボーグから最初にそういう先進技術があの優先的に乗っかってきたと思うんですけど、今回もこう進化をすると、はい、はい、これはまあ簡単に言うとバージョン4みたいなイメージでいいんでしょうかね？まだまだそう商品名的にあれでしょうけど、名前についてもですね、はい、はい、まだ開発中なんで、なるほど、申し訳ないです、まあそのガラッとまたね変わると、はい、広角化した新開発ステレオカメラ、ステレオカメラですね、またね、はい、ステレオカメラと全部合わせて4つのレーダーによる、はい、カメラとレーダーで360度センシングを実現ということですね。見通しの悪い交差点での出会い頭、右左折地までプリクラッシュブレーキの作動範囲拡大、はい、まあ、これはもうここに書かれている通りで、ここに書かれている以上のことはさすがにまだと思いますが、やはりアイサイトというとやっぱりこの世の中にね運転支援システムを本当にこう普及させたあの功績といいますかね、2010年の5代目のレガシーの途中から
バージョン2になってもう大ブレイクして世の中一気に普及が広まるすごいこうきっかけになったと思いますが、まあ、そういう意味でこうあのパイオニアのねだと思うんですけども、まあ、そのパイオニアに期待する、まあ、我々またこう期待するねあのものもでかいわけですから、そこも大丈夫ということですかね。はい、はい、あのご期待に添えるようにターボエンジンのパワーとともにこういうねアイサイト運転支援に関しても、ね、はい、またこう他社のね他社の上を行くようなものになっていると、はい、いうことは信じて大丈夫と、はい、ご期待いただければと思います。ございます、ありがとうございます、はいはい、でまたこの高精度マップ&ロケーター、これ簡単に言うとどういうものなんでしょうか。あの導きっていう、はい、日本で人工衛星ている人工衛星を使って、はい、あの自社位置をより精度よく、はい、あの認識できるという技術を取り入れて、はいはい、自社位置精度を高めているといった技術になってございます。簡単に言うとより、まあ、カーナビの表示なんかがすごいあの精度が上がるみたいな、そういうイメージで、まあ、イメージとしてはそういったもので、はい、まあ、ある限定させた、うんうん、された道路になりますが、はいはいはい、そういった認識能力が高まるということで、はいはい、まあ、ここに書いてございます通り、はい、いわゆる自動運転的な技術の方向性がこう、まあ、変わると、まあ、そういうイメージですかね。まあ、おっしゃる通りで、はい、まあ、自動、まあ、もう最先端の走行支援を、はいはい、お客様の運転を、まあ、支える技術ということで、はい、今開発を進めている状況でございます。はい、そうそう、このあとコネクティッドサービス、はい、まあ、これはそのつながる、まあ、これはこうね、まあ、あの、すでに、ね、あの既存のシステムある車もありますけども、まあ、緊急時にこうどこかとつながるということですよね、はい、これはね、はい、おっしゃる通りで、はい、まあ、国内では初めてスバルとしては初導入になるんですけれども、お客様の具合が悪かった時に、うんうん、まあ、あの緊急でつながるようなシステムになっておりまして、そこもお客様の、まあ、安全を確保するための必要な機能として今回導入してまいろうとしています。はい、ということでやはりこう、ね、歴代レガシーからですね、まあ、レガシーレボーグシリーズはやっぱりこうその時代のスバルの最先端技術がやっぱり盛り込まれる、まあ、そこもやっぱりこう、はい、まあね、この内容からしてもそうですけども、まあ、そこもやっぱ期待通りといいますか、やはり一番新しいものが搭載されていく車として生まれるという、はい、そこもまあ期待にそぐわないということで、はい、ご期待いただければと思います。ご期待に皆様の、ね、期待通りのものになっているということでございますね、はい、もう少しお待ちいただければと思います。ありがとうございます、はい、でまあ、当然ながらというか、ね、まあ、予想期待通りプラットフォームはこの、ね、はい、SGP ということですね、はいはい、まあ、もう SGP に、ね、変わるというだけでその乗り味といいますかね、動的な質感の向上っていうのはもうそれはねイメージはできるんですけども、まあ、あの SGP はね、まあ、現行型のインプレッサで初めて出て、はい、で XV、あのフォレスターと来まして、まあ、こう乗るたびにこうね、あのいろいろ驚きと感動を与えてくれてたんですけども、やっぱレボーグっていうのはやっぱりインプレッサフォレスターよりもやっぱり走りのレベルの期待値が、あのさっきパワーの話エンジンパワーのね話もありましたが、まあ、それと同様ですね、やはりこの車体 その運動性能の期待値も相当高いんですけども、はい、この辺についてはどうでしょう。ここも明らかな進化を乗っていただいて、はいはいはい、あの感じ取っていただけるようになっていると思いますので、はいはい、あのぜひご期待いただきたいと思います。ここもだから我々ね、まあ、SGP だから大体こんな感じかなみたいな、こう何とかイメージはあるんですけども、はいはい、もうそんなもんじゃないっていうようなあの断言で大丈夫ですか。もうそんなもんじゃないっていう断言したいと思います、ね、あ、そうですか、はい、もう皆さんの期待はそれはるかに超えるね、はい、味になって、もうたまらん、もうひーっても悶絶をね我々がするであろうと予想してるんですが、はい、もうそれを超えるもう門になってるという、もうそれは自信満々ということで大丈夫ですね、はい、確信を歌ってますので、はい、お客様の期待は、はい、裏切らない商品に仕上げたいと思います、はいはいはい、ということでもう我々もどんどんこうね期待のこう車の中身についての、ね、期待のハードルどんどん上がってるんですが大丈夫というね、はい、あの自信のほどをねあの伺いましたので、もうじゃあ本当にもう期待にもうさらに胸を膨らまして待つということで、はい、はい、ということでですね、このまあ東京モーターショーのね開催でこのレボーグが、ベールを脱ぐにあたってですね、3チャンネルの方にですね、まあその視聴者の皆様からちょっと質問をね募集しまして、はい、であのツイッターとかにちょっとあのそれが来てるので、ちょっとあのその質問をですね、はい、お尋ねしようと思うんですが、まずね、まあ、エクステリアこうやって分かったんですけども、こう内装ね
あのまだこう未公開でガラスがね真っ黒系な状態 で、はいでね、まあもちろんこれはねこういう内装ですとは言えないでしょうけど、どうあのなんだかこうね内装というとやっぱりこうね最近の素晴らしさはだいぶ良くなってきてるっていうねイメージもあるんですが、まあこう例えば一連のね SCP の車の流れで、まあ、今の SCP のインプレッサがだいたいこうだから、あのだいたいこうだって、ね、前のレヴォークもね前のインプレッサーと、まあそのまあ、ベースにはなってたじゃないですか。でこうレヴォークちょっと豪華になる、まあ、そんなイメージかなみたいな想像があのつくんですけど、 そうですね、その辺についてはどうですか。もう本当に今、はい、鋭意開発中でございますので、はいはいはい、まあ、皆さん驚くような内装に驚くですね、目指してこれは一生懸命やっております。こう、はい、今言ったようなインプの、 あの豪華版ですみたいな予想ではなくて、おおっていう、こう来たか、マジかみたいな、いただきたい、驚けるわけですね我々ね、はい、驚けるということなんでね、インパネインテリアについてはじゃ驚ける内容が開発されているということでありがとうございます。はい、ですあとですね、あボディサイズの質問ねが来てまして、まあ、どうしてもこうねいろんな車新型になるにつれてね、まあ、いろんな要件でちょっと大きくなったりあのするのはしょうがないかなと思うんですけども、とはいえこうレヴォーグはねもともとその4代目レガシーがね好きだったような人、あるいは5代目レガシーがちょっと大きくて嫌だみたい なんかそういう人の不満を解消するみたいな狙いもあって生まれた車だと思うんですけども、こうまあ、見た目ねそんなこう、まあ、パッと見あーちょっとこれは左かしらみたいなね雰囲気はないですけども、やっぱこう多少変わるは変わるんでしょうかね。サイズは若干変わる部分はありますけれども、はい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 、まあ、詳細はすみません、うん、お答えできないんですが、まあまあ、国内 の、うん、あの 日本にお住まいの皆さんを、はいはいはい、お乗りいただくために、うんうん、あの開発しているんで、そこは変わらないわけですね。そこのサイズ感の期待は裏切らない、うんうん、なるほど、あのちょサイズだと初代レヴォーグは車庫に入ったけど2代目入んねえよみたいなことにはならないということでございますね、はいはい、ということなので、ね、私ね見た目もねうそんなにこう、ね、横もねそんな出っ張ってはないので多分、うん、まあ、変わっても本当にねわずかなものかなというねあののは見て感じられるところでございました。はい、ありがとうございます。はい、ですあと質問でですね、エンジンがね、まあ、今回 1.8 ということでね発表されましたが、これはまあまあねなかなかじゃあ何リッターも他にありますよみたいなことはもちろんねあのなかなかあると思いますけども、ここもエンジンに関してのバリエーションはもう我々のこう期待をこれも上回ってくれると。期待して大丈夫ですかね、これもね。期待していただいてお待ちいただければと思います。ですか。ということですので、期待を必ずこう超えてくれるらしいのでね、まだちょっとね、何リッターと何リッターかとかね、どこまではまだいけないですけども、期待して大丈夫ということですので、そこはじゃあ安心して待ちましょう。ありがとうございます。はい。ヘキサゴングリルや衣装はもちろん、リアバンパーのデザインも気になります。アイサイト、アイサイトはね、新しくなるというね、ことで、さっきね、説明もいただきました。はい。まあ、ということで、まあこうね、なかなか現時点ではプロトタイプですし、まあ、発売も、ね、まあ、また先なんで、そんな、ね、細かい数字までは、ね、なかなかそのお立場上お出しできないと思いますが、まあ、やっぱりこう一つ言えるのはもう何遍もこう、ね、何遍も繰り返して言っていただきましたが、もう我々が思っている以上のものになっているということは確かと、そこはこう揺るぎない自信のもとに作られたということで、我々はそこはこう安心してこう驚ける驚きが待ってるということで、そこはもう本当に信じて大丈夫ということでいいですか、はいはい、皆さん期待して待っていただければと思いますので、はいはい、ということでぜひよろしくお願いします。ということですね、もうかなりねかなりハードルを上げていただきましたのでこれはもうね本当にああもう本当そうだったねってこうね何年後か何かしら分かんないですけどその日がね来るのをねひたすら待ちつつ、まあ確かにねそういう意味でこう特に性能とかね乗り味とかはもう本当に今までの車確かに本当そうです。ね、やっぱ期待をね超えるようなものがやっぱ多かったので、それは本当にね何ですか、ね、こういうバカだこういう言ってるんじゃなくて、本当にそこは期待していいのかなというね、いろんなこうエンジニアのね開発の関わった皆さん話聞いてるとね、本当それは感じられるので、まあ、やっぱりね、スバルいろんな車種はありますけど、もちろんそれぞれの車ね入魂開発してますが、まあ、レガシーの時もそうでしたけど、やっぱりレガシーレヴォーグというのはもう本当にこうね、こうスバルの大事なこう、ね、はい、一番こうぶっとい、ね、なんていうんですか、やっぱりこうフラッグシップの車ですから、まあ、そこはまあもう本当にね、もうあらゆるレベルでこうね、前の車を超える、ね、超えるに違いないというね、まあ、そこはだから揺るぎないということで、
当社の技術のもう本当に粋を結集して、はいはい、開発しておりますので、はいはい、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います、はいはい、ということでね、ちょっと指折り数えてこう新しいレボークの乗れる、ね、内装あるいは内装を見るあるいはエンジンの ラインナップを、発表される日をね心待ちにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。